軍事用語としての戦線には複数の意味が存在する。第一次世界大戦の西部戦線での前線一般的な軍事用語で前線もしくは、戦線は敵の兵力との間で武装して対峙している境界のことを示す。戦術的な戦線、局所戦線、方面とも表されることがある。戦線の代表例として第一次世界大戦における ドイツ・フランスの国境間の西部戦線がある。赤軍の組織における戦線は、アメリカ軍やイギリス軍の軍もしくは、軍集団とほぼ同等の意味である。日本語訳では、戦線、戦線軍、正面軍、戦線正面軍、方面軍など様々な訳語が使用される。戦争中の地政学的な領域を表す前線や、戦線の一般的な用法とは異なる。 この二つの間の興味深く重要な違いは、赤軍の戦線は軍レベルでの戦術レベルの固定した空軍兵力をその組織に持っていることである。この空軍は前線指揮官に従属している。すべての戦線はスタブカと TVD の両者に報告を行っていた。赤軍の戦線はポーランドソビエト戦争やポーランド進行時と第二次世界大戦において創設された。 冷戦中、戦線とその参謀将校たちは軍艦区に集められ、ワルシャワ条約機構のソビエト軍集団となった。すべての軍艦区が戦線に含まれたわけではない。そのため、軍艦区は編成上の空軍を保有はしていなかった。1941年から1945年までの第二次世界大戦中の赤軍の戦線、ありがとうございます。